げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。打ち上げました。この打球はフライになっています。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。バッターボックスには7番糸井。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトになっています。いい当たり、これは大きい、伸びていく、センター深いところを破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打った、左中間に大きな打球、左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、13対0、バファローズなおもピンチです。バッターボックスには9番糸原。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。引っ張った、これはどうか、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、14対0、バファローズなおもピンチです。打順は1番に帰ります。バッター新庄。タイガースこの回7人目のバッターになります。ファウルになります。外の低め見極めます。縦のスライダーが決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。外へのスライダー、ここは見極めています。空振り、ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。抜けたような感じになりました。大きく外れます。高め際どいところ見送りましたがストライクです。打ちました。福田一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。14対0、タイガースのリード広がっています。これから5回タイガースの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。澤田が3番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。ファウルになります。ファウルです。打ちました。これは浅いフライ、センターの前に落ちました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打席には4番バッター石峰。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、痛烈、切りました、ファールボールです。まあ次のボールで勝負もありですよね。無理に1球外す必要はないですよね。真ん中打ちました、大きな打球になった。さあどうだ、センターオーバー、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞、ノーアウトランナー三塁二塁。5番バッターオマリー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸び、引っ張った、マレーロ一塁送球します。アウト、ワンアウトです。バッターボックスには6番アリアス。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトになっています。結局引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、15対0、バファローズなおも三塁一塁のピンチです。これが1球目、打ちました、ヒットになった、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。亀山ファーストランナーに入ります。この梅野、ここ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。
そうですよね。これだけ打点を上げているわけですから、もうこれは絶好調ですよね。なるほど、そうですか。さあ引っ張った、この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。バファローズなおも三塁二塁のピンチです。9番バッター糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、いい当たりだ。これはどうか、右中間真ん中破りました。三塁を回っていく、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。バファローズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って新庄、これが初球。打ちました、ボテボテ。ショートが前に来る、大城アウト、ツーアウト。バッターボックスは2番松永、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。バファローズもうこれ以上点はやれません。バッターは DH 八木、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。牽制、一塁はセーフ。これが2球目、ボールになります。ボール先行です。一塁牽制セーフ。3球目は何で来るか、インサイド弾き返した打球はセンターへ。この打球はフライになっています。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。タイガースのリード広がっています。これから6回タイガースの攻撃です。一方バファローズはピッチャーが変わります。山田が4番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。打順は4番石峰、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。バファローズジャストミート、これは大きい、伸びていく、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー2塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。初球打ち、高く上がった、頭上入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。バファローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。6番バッターアリアス、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。低めは外れました。緩いボールを持ってきました。ファウルです。打ちました、これはスタンドへ入りそう。これは三塁側のスタンドに入ります。アウトロー外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。しっかり捉えた、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターはダイソーから起用されている亀山。
打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、二塁へ送球。これで4連打、ノーアウトランナー1塁です。打順は8番梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけません。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで5連打、ノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックスは9番糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン、三塁送球、ランナー挟まれた。ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。タイガース、バファローズ、なおもピンチです。打順は1番に帰ります。バッター新庄、タイガースこの回7人目のバッターになります。引っ張った、これはどうだ、取った、一塁へ送ります。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁一塁。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターボックス松永、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ランナー二塁一塁、しかもノーアウトです。キレがありますよね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトランナー二塁一塁と変わります。さあ初球は何か、打ちました。ショート取った、一塁へ、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番石峰、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。ナイスボール、はい、ストレートが決まっています。これは足元への変化球、ワンボールツーストライクです。打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、大城一塁送球、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。タイムリー内野安打、バファローズもうこれ以上点はやれません。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の山崎。さあバッターはオマリー、この打席でホームランを放てば今シーズン60本。初球打ち、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、二塁タッチアウト、これで3アウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやもちろんですよね。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はダイソーで途中出場の亀山、前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね、はい、そうですね。低めの変化球は決まりません。ですね、アウトローの変化球、キレがあります。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。一二塁間、福田抑えてワンアウトです。バッターボックスは8番梅野、今日はここまで5安打の大活躍です。いやもう手がつけられない感じになってますね。その通りですね。ワンアウトランナーありません。ヒットになった、これで6打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックス糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました、痛烈、これはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、これで6打席連続のヒット、ワンアウトランナー3塁1塁。
最初は変化球できました。さあ2球目は何か。痛烈、わずかに左に切れました。ファールボール、低め見ました。ボールです。引っ張った、打球はレフトへ。さあサードランナーはどうする。つかみタッチアップ、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。バファローズもうこれ以上点はやれません。打順は2番松永。最初は変化球できました。ボールになります。引っ張った、大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。低めのボール、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには指名打者の八木。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、中川抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここ8回まで来ました。タイガースの攻撃、バッターボックスには4番石峰。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、バファローズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ打ちました、切れました。ファールボールです。これが3球目、変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。バッターボックスは5番オマリー。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、山崎まずは先頭バッターを三振に仕留めています。福田掴んで2アウトになりました。バッターボックスは6番アリアス。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。これはストレートに詰まって、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。タイガース9回の表。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。アウトコース決まってストライク、あっという間に2ストライクです。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。8番バッター梅野、今日はここまでなんと6安打の大活躍です。いやもうお手上げじゃないですかね。ここまでいいようにやられてしまっています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで7打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。いい当たり、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、バックホームする、センター前ヒット、これで7打席連続のヒット。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ヒットでランナー3塁1塁に変わっています。ここでタイガースダイソーを送ります。和田ファーストランナーに、際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。もう1球アウトローへ、これも見送りました。難しい球はストライクになります。変化球打った、サード取った、間に合うか、タッチはアウト、2アウトです。バッターボックスには2番松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、2アウトランナー1塁2塁です。うちのボール打っていった、掴んで3アウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。はい、残念ながらオリックスバファローズ敗れてしまいました。
これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のオリックスバファローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズ敗れてしまいました。京セラドーム大阪です。セパ交流戦オリックスバファローズ対阪神タイガースの3回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはバファローズの先発山本が京セラドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました、はい、なるほどね。最初は変化球できました。2球目打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。追いかけますが頭を越えました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー三塁です。ここはバッターが勝りました。うまく打ち返されています。さあバファローズ先制のピンチです。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の山本、このピンチをどう切り抜けてくるのか。
打った瞬間確信した、入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。タイガース、バファローズ痛い一発を浴びています。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。バファローズ先制を許します。2対0になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。バッターは DH バース。バファローズ初回から先制点を許す形となっています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。打ちました、これもいったか、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。バファローズ追加点を許します。3対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー石峰。バファローズ初回から相手打線に捕まっています。初球打ち、ここは打ち上げています。掘って、ワンアウトです。さあバッターはオマリー。この打席でホームランを放てば今シーズン60本。初球は何で来るか。最初は変化球できました。打ちました、センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ワンアウトランナー二塁となりました。さあバファローズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえ、これ以上失点しないように進めていきたいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の山本、この状況にどう対応してくるか。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。バファローズ追加点を許します。5対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。またしても点を入れられてしまいました。バッターはアリアス。バファローズ先制点を許す形となっています。まず何を投げてくるか。いいところへ決めてきます。ストライクです。2球目打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。これで3連打。ワンアウトランナー二塁となりました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターボックスは8番梅野。まあバファローズとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。真ん中打ちました。三塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは9番に入っている糸原。2アウトになっています。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。
三塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース3本のホームランが飛び出しました。5対0、タイガース先制です。2回の表、タイガース打順よく1番から始まります。新庄バッターボックスに入ります。いや、先ほどは見事なスリーベースでしたね。初球打ち、ここはフライになっています。中川が抑えています。ワンアウト、バッターは2番亀山。先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。いや、いいところで一発が出ましたよね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース外れます。さあ勝負してくるのか。打ちました、流しました。この打球はフライになっています。吉田が掴んで2アウト。バッターは今日 DH に入っているバース。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、初球打ち、大きな打球になった。ライトバック、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。バファローズ追加点を許します。6対0になりました。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、4番バッター石峰。わずかに左に切れました。ファールボール、ワンストライクです。打ちました、打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。6対0、タイガースのリード広がっています。これから3回タイガースの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。澤田が2番手としてコールされています。バッターボックス、オマリー。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。バファローズ厳しい展開で序盤3回を迎えています。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。さあバッターは八木。西さん、それにしてもよく打ちますよね。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね。さあ50号となるのか。見送っています。ボール、まあここ甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。レフト掴んで2アウト。7番バッターアリアス。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。打ちました、いい当たりだ。下がっていく、レフトポール際、判定はファウル。打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。初球フルスイングですが空振りです。次が2球目、打った、大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、7対0。バファローズもうこれ以上点はやれません。バッターは9番、糸原。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。初球打ち、ライトの前に落ちました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。8対0。バファローズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター新庄。入れました、ファールボール。2球目は何で来るか。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。
真ん中に入ってしまったストレート、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターの亀山、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや先ほど一発も出ましたし、もう言うことないですね。絶好調です。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。一二塁間、マレーロ掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース4点を追加しています。10対0、タイガースのリード広がっています。4回に入っていきます。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはバース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやーナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、打ちました、いい打球だ。打った瞬間確信した、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。11対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターは5番オマリー。この試合は先発野手全員安打を達成しています。いやー兄さん、打線は絶好調ですね。まあ、こうなってくるとね。打ちました、これは大きい、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス八木、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、大きな打球になった、レフトバックス、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。バファローズ追加点を許します。13対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターボックスは7番アリアス、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ツーアウトです。バッターボックス梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ツーアウトランナーありません。打ちました、ヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。打席には9番バッター糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。これが2球目。コーナーギリギリに決めましたね。アウトローの変化球、キレがあります。3球目打ちました、一塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、14対0。バファローズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。さあ3球目は何か、バッター、さあどうだ、この打球はどうだ、切れるか、レフト線フェアです。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、15対0。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の黒木、打席には2番バッター亀山。打ちました、高く上がった、センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、バファローズなおもピンチです。さあバッターはバース、
ここで打点を挙げれば今シーズン170打点目になります。打った、センターに強い打球、このフライはどうだ、落ちるか、小田が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。5回の表にゲームが進んでいきます。タイガースの攻撃、バッターボックスは4番石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、バファローズ厳しい展開で打ちました、浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、2球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。打席には5番バッターオマリー。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はタイミングが合ってますよね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターは6番八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、ファウルになります。インコースへ大きく外れます。打ち上げた、これは浅いフライ、ここは打ち上げています。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。バッターボックスアリアス、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。さあ2球目は何か、いい当たり、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ、センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー2塁、打席には8番バッター梅野、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを2塁に置いています。打ちました、レフトの前に落ちました、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー3塁1塁、打順は9番糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。初球打ち、これはどうだ、取った、そのまま入って2塁フォースアウト、3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。今日はバッティング絶好調、この打席でヒットが出ればサイクル安打達成となります。いやあと残りがシングルヒットなんで、これは可能性が高いですよ。そうですか、さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。一塁アウト、2番バッター亀山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、黒木、まずは先頭バッターを打ち取っています。一塁アウト、バッターは DH バース、今日は2本のホームランを放っています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。まあここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。打ちました、浅いフライ、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁、バッターボックス石峰、今日はホームランを放っています。前の打席大きい当たりでした、引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、これでマルチヒット、ツーアウト二塁一塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、ライトが追いかける、ぐんぐん打球、そのままスタンドに入りました、スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。初球でした、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、打席には6番バッター八木、打ちました、これは大きい、伸びていく、ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3ランホームランで追加点を挙げています。
西さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあ当然ですね、あの状況を考えるとね、もうこれ以上失点できないですよ。ジャストミート、レフト下がっていく下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日4本目のツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁です。まずは簡単にストライクが来ました。外れていきます。引っ張った、よく取った、アウト。スーパープレーが飛び出しました。抜けていればというところでしたが、ナイスプレーでした。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。バッターは悔しいでしょうね。打ちました、痛烈な打球、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点。ここでタイガース、ダイソーを送ります。和田、セカンドランナーに入ります。バファローズ、ピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の山崎。今日は番。切りました、ファールボールです。ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。大きく外れてボールです。これが4球目。真ん中打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、バファローズもうこれ以上点はやれません。2番バッター亀山、いきなり牽制、一塁はセーフ。初球は何から入ってくるか、初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。いや、この点差ですから向こうもあまり警戒してなかったでしょうね。ああ、やはりそうですか。大きく外れました、打った、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、バファローズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには指名打者のバース。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。これは手が出ないか、ストライクを取ります。すぐに追い込みました、外れました。さあ勝負してくるのか、打ちました、打球はライトへ、ライトつか、セカンドランナータッチアップ。バッターは4番石峰、先ほどの打席でヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。改めてお聞きします、バッターの石峰、バッターとしてはどういう特徴がありますか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる楽しいバッター。打ちました、痛烈な打球、レフトが追いかける、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。一、二塁間抜けていきます。これで4打席連続のヒット、ツーアウトランナー一塁、打順は6番八木、今日は2本のホームランを放っています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ、切れました、ファールボール。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、さあバッターは何、打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、レフト入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。
追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。バファローズ追加点を許します。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは7番アリアス。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、どうか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打順は8番梅野。三塁線ファウルになります。これはショート山足抑えてスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。これから8回タイガースの攻撃です。一方バファローズはピッチャーが変わります。山田が5番手としてマウンドに上がります。バッターはダイソーから起用されている和田。バファローズ厳しい展開で8回を迎えました。打ちました。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。ワンアウトランナーなし。これはサード中川取ってツーアウトになりました。バッターボックスは2番亀山。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。変化球が低めに外れます。ファウルです。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは DH バース。アウトコース見送っています。真ん中見送ってストライク。大きく外れました。打ちました。これは浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今日4本目のヒット。ツーアウトランナー二塁。ここでタイガースダイソーを送ります。近本がセカンドランナーに入ります。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。打った高く上がった、入ったツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。バファローズ追加点を許します。
いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで4連打、ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには6番八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで5連打、ツーアウトランナー2塁1塁。打席には7番バッターアリアス、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。真由美ファーストランナーに入ります。背番号7、真由美、打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、レフトバックする、バックそのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、バファローズ追加点を許します。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バファローズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのはハイダ、バッターボックスは8番梅野、梅野龍太郎、ちょっとすっぽ抜けた感じです。三遊間、山足掴んで、これで7連打、ツーアウトランナー1塁。今日はダイソーで途中出場の和田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。初球ボール、2球目打ちました、伸びていく伸びていく、レフト線を深々と破るヒットになりました。これで8連打、ツーアウトランナー3塁2塁。打順はトップに帰って新庄、今日は盗塁を決めています。ヒットで打ちました、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが突き放します。レフトオーバーのタイムリーヒット、バファローズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス亀山、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやーナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね、2球目打ちました、この打球はフライになっています。キャッチャーが構えます、若月が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。9回の表タイガースの攻撃、バッターは近本、バファローズ厳しい展開でこの最終回を迎えることとなりました。さあまず1球目、初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、これはどうだ、セカンド取った、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順は4番石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。今日はバッティング絶好調、3本連続のホームランは狙ってくるんでしょうか。いやー西さんも痛烈な打球、打った瞬間入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン、真ん中に入ってしまった変化球、打ち返された打球は、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル、初球打ち、高い打球センターの頭上、入った、